マジかよ、ここまで変わるっておかしいだろ。ほらあれだ、エリカに似てるよ。エリカ？あ、そっか、天城が曽根崎のことをエリカに似てるって言ってただろ。バカ女。勘違いしないで、こんな軽薄な男好きになるはずないでしょ。そりゃそうだろう。何なの、何なのよ。ごめん、大丈夫、誤解っつうかそういうのはもうしてないと思うから。みんなマジ曽根崎さんのこと好きになりかけてたから。レポート50枚提出。書かなかったら好きになりかけてたなんて認めないから。曽根崎さん、書いてきた。まあとにかくなんだかんだと書いてはみたが、まだ大して書いてねえよ。ここは曽根崎さんに対する俺の気持ちをぶつけようと思います。かわいくね。生意気なんだ。曽根崎さんもかわいい。来い。レポート読みました。誤字脱字その他もろもろ校閲してあります。どうして読み始めるの、後で読みなさいよ。でも気になって。やめて。やだ、やめて、他の誰かに見られたら。誰かに聞かれちゃうじゃないの、バカなんだから。あんなに喜んじゃって。はいはい、どこでもいいけど曽根崎さんと一緒がいい。あ、天城くん。自慢したいんだけどな、曽根崎さん俺の彼女なんだって。そんなの絶対にダメ。一つだけいい、俺曽根崎さんの彼氏でいいんだよね。ええ、まあだったらいいんだ。じゃあもう少しだけ待って、もう少しだけ。